ちょっと顔がいいからって調子乗んなよ。ちょっとどころじゃないわ。だいぶ調子乗ってる。すごく顔がいいのよ。最高だぜこの女。天神さんいいヒロインしてますよ。はい、 98% です。これラストじゃないの？ラストだね。でも時間が超微妙だね。超微妙で、多分これただでさえ2パートに分けてますね、これね。確実に2パートに分けてるんだけど、これもう1回プレイして、あの2つに分割したらちょうどいい感じになるかな。でも多分ね、あの50分ぐらい収録してるんだよね。はい、というわけで天神、アキコの告白、場合によったら3パートに分けますけど、エンドですね。コスミの言葉で覚悟を決めた天神さん、彼女が今本当に伝えたい気持ちはってことで、はい、というわけでやっていきましょう。場合によったら3パート分に分割するかもしれません。はい、次の生徒は放課後すぐ柳川くんじゃん、応援委員会室に集合してください。柳川康介。柳川くんだ、呼ばれましたね。康介呼ばれてんぞ。キークガオが久しぶりに出てきたな。お前次回作で主人公だって言うじゃねえか。あの実況 OK かどうかまだ確認取ってないし、あの公式サイトにも載ってないんだけど、フリームに載ってないんだけど、後で実況 OK か確認してきます。はい。そしたら絶対プレイしてやるから。あ、そうじゃなくてもプレイするけど、あの裏でプレイするけど、そしたら。実況ダメだったら。なんだろう。なんだろう。苦しそう。なんだろう。何しでかしたんだ。何もしてねえよ。何もしてない。多分。いやー、ちょっとね。ちょっとこのゲームがもう終わり近づいてるじゃないですか。だからさ、めっちゃこの子が主人公のストーリーやりてえなと思って、まだ全然あらすじとか読んでないんだけどね。他にも何人か呼ばれてるな。これって全員天神さんの元彼だ。マジで？え、何が起こるんですか？何考えてるんだ。何が起こるんですか？加害者の会といったところだ。加害者の会。被害者の会じゃ。やべえぞ。戦争か。困ったら呼びつけろと言ったものの、これはまた盛大な呼びつけ方だな。ほんといつもの天神らしい。これはなんか天神も覚悟を決めたようだ。さて、ここに集められたのは私に告白してきた人たちです。はい、天神さん、一つ物申したいことがあります。柳川くんは告白してないです。予想に反せず開催されたのはやはり天神明子の被害者の会だった。イケメン3人と俺が委員会室に並べられた。その絵面はまさに裁判だ。あなたたちに聞きます。私のことが好きですね。はあ、そうなんですか。好きって明子の方から話を持ちかけてきただろう。彼氏役って話かな。そんなこと一言も。私はただ彼氏役をしてみないと言ったまでよ。いつ彼氏役するんですか。とそういえば今日なんですか。そして なんで和子さんいるんですか、隣に役員さん。は、意味わかんねえ。意味はわかるだろ別に。意味はわかるよ。彼氏役をしてほしいって頼まれてただけだから別に。話がそれました。であなたたちは私のこと好きなの、それとも好きなの。なんかかぐや姫のあれみたい。なんかかぐや姫だっけ、なんか好きな人に対して貢ぎ物をなんか取ってくる王子たちの話みたいなね。なんか昔話の。オラバスやってらんねえ。俺も帰るわ、バカバカしい。ストップ、こっから先は私が通さないよ。お、メイナハマさんカード。なんだお前。お前じゃないもん。なんだお前。恋愛応援委員会副委員長メイナハマ舞だもん。アキちゃんの話はまだ終わってないよ。メイナハマ舞さんと呼べ、この手こすき野郎。すぐ終わらせるから聞きなさい。あなたたち私のことが好きじゃないとなると、私の体が目当てなんじゃないかしら。違う？正直に答えた方がいいぞ。左側にやべえ会長いるからな。 おいお前あんま調子乗ってるとな。元彼の一人が天神の元に詰め寄る。俺は反射的に木刀を取り出し、木刀を取り出すの超かっこいいじゃん。取り出し牽制する。天神は一歩もひるまず元彼を睨みつけている。暴れんなって。天神とはいえ女子相手によくない。柳川くんかっちょよ。ビシって出したんでしょ。なんだお前、ブブキとか反則じゃねえ。ブルブルブル。あ、確かにそうだな。まあ互いに落ち着こうや。大丈夫、こいつは左手を故障しているからそんなに強くない。
クソクソみたいなこと言い始めた。あなたたちの人間関係、委員会の総力を挙げて調べさせてもらったけど、この恋愛遍歴は一体何なの？はい、じゃあ2番と3番の恋愛遍歴ですか、恋愛履歴とも言うんですかね。はい、お聞かせいただきたいと思うんですけど。まあ揃いも揃ってキーズの女たくさん作って、中には彼女持ちもいるじゃない。やべえやつじゃん。やりちんか、やりちん侍ばっかか。そんなのこっちから願い下げよう。正直迷惑、クソすぎんご。この学校の男女関係クソすぎんご。いや、この3人がクソなのかもしれない。でもそれを承知で言い寄ってきたんだろ。はあ、そんなわけないでしょ。承知なのかな。え、よく聞きなさい。私はあなたたちのこと、付き合ってた時から今まで一瞬たりとも好きになったことはないんだからね。ステータスのためでした。はい、はあ、黙って聞いてれば言いたい放題言いやがって。ちょっと顔がいいからって調子乗んなよ。ちょっとどころじゃないわ。だいぶ調子乗ってる。すごく顔がいいのよ。最高だぜこの女。すがすがしいほどに言いたい放題だ。最高だわ、好きだな。そこが天神らしい。このキャラクター好きだな。以上の理由であなたたちの告白全部お断りさせてもらうわ。はい、やりちんは帰ってください。帰るわ。やったらね、冷めたわ。ああ、言い忘れてた。今後、はい、この件を言いふらして、はい、終了です。報復するつもりなら覚えておきなさい。いやー、もう天神さん敵に回しちゃあかんね。恋愛応援委員会とナギナタブの総力を使ナギナタブ入れられてる。ナギナタブ武力、武力と知力が揃ってしまった。財力は知らんけど、財力は知らんけど、武力と知力が揃ってしまってるよ。今国体強化選手のあのコスミさんと、それなり剣道経験者かつなぎなた経験者の柳川くんという武力を今持ってますからね。恋愛応援委員会、そして情報通でもあるからね、この委員会は。で、生徒会のバックアップもある。負けですねこれは。生活を、学校生活を今後も平和に行っていくためには天神さんの言うことを聞くしかないですね。ふむ。じー、一番使えなさそうなんだよな、メイナハマさんが。いやー、大野城会長の笑顔怖えな。殺されるんじゃないかな。その気になればなんか神のパワーで心臓止められるんじゃないかな。はあ、終わりましたね。お疲れ。アキちゃんかっこよかったよ。そうね、かっこよかったね。アキ先輩お疲れ様です。よく頑張ったな。いいじゃん。緊張が解けて立てなくなっちゃった。やっぱ怖いんか。ああいう風に気取ってる、気取ってるというか強気で言ったけど怖いっちゃ怖いのかな。大丈夫か。座って座って、休んでくださいと。役員さんマジでキャラ薄かったけど大丈夫ですか。次回作のジャケ乗ってるんで、多分めちゃめちゃ次回作出てくれるんだと思う。みんなありがとう。会長もありがとうございます。みんなのおかげで勇気を出せたわ。これはさすがにやりすぎだと思うが。まあ確かにね、もう積んでるよ向こう。もうビクビクブルブルで学校生活どころじゃないからね。ちょっと人によってはちょっと改めてちゃんと一人の女の子に絞ろうかなって反省した人もいるんじゃないかな。でもアキちゃんらしいよ。それはな、アキ先輩らしいですね。うん、それもそうだな。いいね、こういう女をサバサバ系女子と呼ぶのかな。ちゃんとサバサバしてる。久々に面白かった。満足満足。君はなんで、あ、そっか、この展開を持っていくために胸でかくしたのかな。要はチャランポランなその男子生徒を2と3を引き寄せるために胸でかくしたのかな。これで一件落着ってことで、俺は部活に行くわ。なぎなた行ってらっしゃい。おう、コウスケくんバイバイ。彼氏役の話は？お疲れです。彼氏役の話は？ありがとうね、柳川くん。お、スッと終わったぞ。待って。お、天神さん絶対柳川くんのことが好きだと思うけど、好きという気持ちを伝えるんですかね。どうした、歩いて大丈夫なのか。なんか腰抜けたみたいな話してたよね。平気よ、他人を妖怪の扱いしない。ババアじゃねえよと。心配してるだけだ。さっきはその
守ってくれてありがとう。木刀持ってきてんの面白いよな。なんかさ、海行った時もさ、木刀持ってってたしさ、常にさ腰に引っ下げてんのかな常に腰に引っ下げてる人なのかな。ちょっとびっくりしたんだけど、今回だって呼びつけられただけじゃん。ただなんで木刀持ってんのって感じなんだけど、これから部活行くからかな。でもなぎなた部なんだよな。そういう役で呼ばれたんだろうと思ったし。ああ、そうなんだ。そっか、だから僕と思ってきたんだよ。 いえ、あなたも告白してきた人枠よ。え、マジで？どこで告白したっけ、穴川くん。冗談よあれから、どうせ選べないなら俺にすればいいって言ったところかな。冗談かよ。で、どうするんだ。中学時代の友人の件は、彼氏役が必要なら。あ、もしかして見栄を張らないってつもりでいるのかな。全員私が振ったわ。は？はあ？全員私が振った。振られたわけじゃないから何も問題ないわそうか、確かにな。振られたんじゃなくて振ったからって話ね。私は悪くないってことね。なるほど、天智は別れたことというよりは振られたことを言いたくなかったんだな。これなら全員振ってしまえば問題ない。そっか、じゃあ彼氏役も晴れてごめんだな。柳川くんも振ったみたいなことなのかな。そうね、もう不要よ。でも私から振ったってのはただの気の持ちようだけ。友達には全部話そうと思うの。あー、変わりましたね天神さん。お、それまたどうして。もう中学時代にこだわる必要ないって気づいたから。天神さんは今を生きてますからね。藤子には会長やめいちゃん、和子ちゃん、小澄さんがいる。そうね、柳川くんだってそうよ。可愛い笑顔しやがって。そっか。でも彼氏役は不要だけど、彼氏にだったらしてあげてもいいわ。って言ってガチで好きなんだろうな。そう言って自分の気持ちを保留にするんですか。このゲームは保留にする人だらけだ。は？今回の柳川くん、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけかっこよかった。いや、柳川くんはいつもかっこいいっすよ。それに好きってのが何か分かったような気がするわ。多分好きなんだろうな天神さん。それはどういう冗談だ。ガチなんだろうな、分かんないだろうけど。これは冗談ではないわ。お、え、そうなのか。 ありがとう。素直にありがとうって言えんのかっこいいね。どういたしまして。いい笑顔や。でも俺はコスミが好きだ。だからごめん。それ言ったら振られたことになっちゃうから。そんなの許さない。キスするじゃん。え、すると天神はその先の言葉を飲み込むように俺にキスしてきた。もしも小澄さんに無様に振られたら、私が柳川くんをもらってあげる。はあ、かっちょいい負けヒロイン天神。ええみたいな。だからその時までこの恋保留にしてあげる。はあ、ヒロインしとるわ。俺は天神アキコとの恋を保留にされた。そもそも恋と呼んでいいのか定かではない。まあね、小澄さんのところこのまま行くんだろうけどね。本当の恋とは何なのか、結局その答えはよくわからなかった。でももしステータスや条件とか関係なく付き合いたいというのであれば、それはやはり紛れもなく本当の恋なんだろう。はい、天神さんエンド終わりました。おっと、まだありましたね。お、その恋読み方わかんねえ読み方わかんないんですけど、はは、読み方わかんないんですけど。最終話ですかね。ラスト 1% やってきますか。42話、その恋、高級読み方わかんない。ちょっと字幕で出してください。あのムービー調べてください、編集のムービーさん。コサミと恋人同士、このアンケートさえ答えればこの委員会ともおさらばできる。これはあれですね、時間軸的にはもう全部終わったところかな。多分ね、結局天神さんと付き合ってないから、多分全部のストーリー行ったってことなんじゃない。行ったってのは私が見たじゃなくて、
コスミさんと付き合ったところまでのストーリーに全部行くんだと思うんだよ。言ってる意味わかるかな。あのメイノハマさんの今私がクリックしてアクティブにしているこ41話もあの柳川くんは経験してるし、さっきの天神さんとのキスも経験してコスミさんのところ行ったんかなって思います。個人的にはね、どういう解釈もありだと思うけど。というわけで最後のところやっていきますか。やりましょう。最後本当のラストです。その恋読み方わかんないっす。はい、コスミと恋人同士、このアンケートさえ答えればもうこの委員会ともおさらばできる。ラスト 1% 運命に行きましょう。はい、この活動報告書にサインしたら全て終了よ。アンケートも答えてね。え、令和元年9月じゃん。え、こんな最近のゲームだったのこれって。あれ、このさゲームってさ2年ぐらい前にやなかった？今のピーンと音何？今のピーンと音何？待って、今のピーンと音何？お疲れ様、コウスケくん。なんかのアプリの音鳴っちゃったかな、私の。4ヶ月間でしたが、いろいろありましたね。4ヶ月間か。私はね、このゴールデンウィークにね、あのプレイさせてもらいました。いや、ありがとうございます。ほんと、世話になったな。実況 OK だったんで。あのね、丁寧なことにね、ゲームファイル内のね、メモファイルにもね、実況して OK って書いてあったんだよね。いや丁寧だな、このゲームと思って。本当にフリーゲームでいいんですかね。あの、口座していただければ、ムービンお金振り込むんですけど、はい。1万か2万、あの、上限ちょっと、あの、多くて3万ぐらいして、3万までぐらいで指定していただいて、はい。ちょっとね、いくらでもって言うと、あ、じゃあ20万とか50万、100万って言われるとちょっと困るんです。3万、最大3万ぐらいで、はい、好きな数字指定していただければ入金するんですけど、私。本当にそう思ってる？こいつらの付き合いももう終わりか。はい、最初は鬱陶しいと思っていたが、これで最後と考えると名残惜しいな。役員さんいいんかな、このままで。役員さんいいんですか？天神は美しくて頼りになるが、自分のことに関してはとても奥手で不器用な可愛い一面があった。わかる。目の浜は明るく能天気だが、男女仲良くなれる方法を真剣に思い悩んでくれていた。わかる。ごめん、役員さんはわかんない。この委員にいることがごめんね。いつしか居心地がいいと感じるようになっていた。俺はこいつらと本当におさらばしてもいいのだろうか。最終的にこの恋愛応援委員会との関係も保留にするってことかな。保留というかね、なんというか。書き終えたぞ。継続って言い方なのかな。部活行くから。じゃあ元気で。元気でって言うけどね、別にクラス一緒なんだから仲良くそのまま一緒に活動はするんじゃない。またクラスで。活動っていうか恋愛応援委員会としての関係はここで区切りなのかな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。役員さん可愛いのに残念だな。残念っていうか次回作出てるらしいんだけどね。メインヒロインなのか知らないです。なんて書いてあるの。多分でも画像、メインの画像ジャケっていうのかなに載ってたんで、メインヒロインじゃねえのって思ってるんですけど。なんで委員の対応が悪いなのよ。あんな散々やられたしね。ひどい。悪いんじゃない。自分のペースでやらせろ、自炊すんなあと情報収集下手すぎってコメントありますね。あ、相当不満不平をチェックしてますね。柳川くんらしいコメントね。柳川くん的には自分のペースでやりたかったもんね。あ、でもでも恋愛応援委員会に入ってみませんかのところ。もしかして入るのか。入りたいっていうのか。待って。え、もしかして次キクガオカくん主人公らしいっすけど、こいつ入ります。柳川先輩、男子のメンバーいないよね。柳川くん待ちなさい。もしかして恋愛応援委員会として活動するのか。俺の富士校生活はまだまだ折り返し地点に過ぎない。まだまだいっぱい青春してください。全エンド終わり。次回作、この時点で、待って待ってびっくりしちゃった。あ、この時点で暫定の話が出てるんですね。はい、というわけで 100% プレイさせていただきました。余すことなくこのゲームの美味しいところをしゃぶり尽くさせていただきました。はい、次の
その恋暫定につきが次回作がもうリリースされております。月的にはあれかな、4月の下旬だったかな、5月の上旬じゃなくて4月の下旬だったと思うんですけど、多分この実況が投稿されるのは今この収録時点でいろんな実況動画がもう収録して編集済みなんで、かなり後かなって思います。はい、私が収録してるのは今5月ぐらいですね。5月に収録させていただいたんですけれども、めちゃめちゃ面白かったっす。もうね、フリーゲームとは思えないね。もうオープニングとかそういうレベルじゃなかった。シナリオのクオリティもめちゃめちゃ高くて、もう CV が全員ついてるってのも、個人的にはもうめちゃめちゃ点数高いっすね。評価するなんておこがましいなと。こんなペーペー一般人がね、プレイさせていただいてる分際で何言ってんだっていう話なんですけど、やっぱりね、コスミさんルートもいいし、メルハマさんルートもいいし、天神さんルートも良かったね。うん。やっぱ役員さんの話がちょっとなかったのが残念だけど、次回作でそれは回収されてんじゃないのって個人的にも思います。そして菊ヶ丘くんストーリーがなんといっても好きね。うん、人の死に関連するストーリーっていうの結構私ムービー好きなので、どれも大好物なストーリーたちでした。皆さんぜひね、プレイは私の動画概要欄の方に、作品へのリンク、また公式サイトですね、リンク載せてさせていただいているので、よかったらアクセスして皆さんダウンロードしてプレイしてください。よろしくお願いします。もしね、この次回作実況 OK だったら実況しますが、もし実況ダメだとしても裏で個人でやらせていただこうかなと思います。めちゃめちゃいい作品でした。その恋保留につき今回でラストとなります。ではまたどこかのゲーム実況で出会いましょう。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ムービーでした。バイバイ。